はい、そしたら、餌混ぜていきます。まずはこのパワー団子チルですね。これをまず半日分作りますんで、これを一袋でパッと入れます。普通のぬかと違って、まあもう最初からこの落ち麦とか、砂とかがもう元から入ってます。こういう押し麦ですね。こういう押し麦とか、こういうコーンのかけらとか、こういうのがもう元から入ってるので、まあこれ単品でも、使うことができます。で、次にこの紀州マッハル、これも半分、5キロの半分なんで 2.5 キロ、もう大体目分量でいいです。で、次に、この次からここから収魚剤、この2つがベースの餌になります。収魚剤で、これが爆寄せ団子です。4キロ、これ1袋4キロなんで、これの半分で、これは結構匂いが強烈なんで、ずっと結構手に匂いが残ります。で、次に細引きサナギ 900g の半分、で、これでとりあえず入れるものが終わりです。で、この後これを、手で混ぜていきます。で、これ混ぜるときにバッカンだとやりにくいんで、この桶を借りてやる方がいいです。はい、で、この後水分の調整していきます。